どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。サンズ・オブ・ザ・フォレストの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、フード&ダイニングをクリアして、こう抜けてきたところなんですけども、アップデートが来ました。この動画がアップされる頃には、もしかしたらまた仕様変更、されてる可能性があるんですけども、今この動画を撮って、ってるのが3月10日ですね。3月10日にアップデート来まして、こういろいろと追加されたり、バランス調整されたり、変更されたりですね。されてるみたいですね。で今こうざっとこうアップデート内容見てるんですけども、ちょっと重要そうなところだけですね。まず追加されたのが双眼鏡と、ハンググライダー。これは使ってみたいですね。ハンググライダー。で、あとは防御壁ゲートを追加。で、それこそ前回クリアしたこのフードバンカーですね。フードバンカーに、ちょっとしたボス戦が追加されてるみたいですね。なので、また後で行ってみたいですね。このフードバンカー。で、あとはバージニア。バージニアってあの、娘さんですかね。行方不明のバージニアの、レザースーツを新しく、ワールドに追加。で、あとドアですね。あの、作ったドア。建造物のドアに、内側からスティックで、ドアをロックできるようになった。って書いてますね。これは助かりますね。もしかしたら、あの、ロープの出入りいらないかもしれないですね。ロックがあれば。これであの、ケルビンっていうんですか、あの、相棒。ケルビンくんも、普通に出入りできるのかな。で、敵は入らないようにできるかもしれないですね。で、あとは、作った小さな構造物。家具とかですね。を、今まではその、壊さないといけなかったんですけど、あの、新しく、違う場所に作るとなると。で、それを、掴んで別の場所に配置できるようになったって書いてますね。で、あと、追加ストーリーが少しを、新しい構造タイプが追加されたって書いてますね。ワンサイ、なんていうんだろう。ワンサイデッドエーペックスっていうのかな。うん、新しい構造タイプが追加。あと、バランス調整で、エナジードリンクですね。エナジードリンクの、水分補給量を半分になったって書いてますね。で、エネルギーバフも減少って書いてますね。で、その相棒、ケルビンっていうんですか？ケルビンの、その釣りの効果。あの、お魚を取ってきてくれって頼んだ時ですね。釣りの効果を、一定時間で終了させるようにしたって書いてますね。今まで無限に取ってきたんですかね。あとは、重要そうなのがショットガン。ショットガンのダメージを半減って書いてますね。僕まだショットガン取ってないんで、わからないんですけど、今までが強すぎたんですかね。強すぎたんで、ショットガンのダメージ半分、半減。って書いてますね。あと、改良点で、改良点。あ、ケルビンくん。そのケルビンくんが、構造物が取り付けられた木。伐採する問題を修正って書いてますね。その今まで、あのツリーハウスを建てたその木も切り倒してたんですかね、ケルビン君もしかして。僕まだツリーハウス建てたことないからわかんないんですけど、それを倒さない、切り倒さないようになったんですかね。まあ、いろいろとあるんですけど、こんなところかな。うん。
なので、新しく追加されたボスも見たいんですけども、場所が結構もう離れちゃったんで、出口。どうしよう。先に、びっくりマークですかね。奥の。で、拠点に帰るときに、もう一回フードバンカーに寄るとか、にしようかなと。なので、まずこっちですね。ここだ。これで、掘れるようになってるのかな。雨降ってきた。あ、来たー、ショットガン。でも半減って書いてあったな、アップデートで。で、確か前回そのショットガンレール、どれだ、これか。ショットガンレールとショットガンで、レーザーサイト、懐中電灯のアタッチメント、レーザーサイト、おー、じゃあ7番あたりに、構えるとこれ見えなくなっちゃう。あ、構えないで撃てっていうことか。その半減したショットガンを早速使ってみよう。あ、でも一発だ。やばい、いっぱいいるな。じゃあ、その追加された、ちょっとしたボス戦っていうのを見てみたいですね。ここだ。あ。待てよ、じゃあその懐中電灯のアタッチメントつければ、一回解体しないとダメか。解体して。一回レールをつけて、こうか。レーザーサイトもつけれない。どっちかしかつけれない。懐中電灯。で、レーザー。あ、無理なんだ。おー、いいじゃないですか。で、さらにじゃあ左手も。懐中電灯にして。あ、明るい明るい。ただちょっとレーザーサイトがないから狙えないけど。あ、ショットガンレールもあるんだ。で、エナジー、これも半減されたみたいですけどね。あ、全然、エネルギーバフの量減りましたね。
こかな。待てよ。レーザーサイト。なんか音楽が鳴ってるな。なんだ。バージニアパフトン、バージニアパフトン、ここで飯食ってたんだ。娘さん、これは？あ、見えない。構えると見えない。バージニア、ん？こっちかな？娘さん。これは？エドワード・パフトン。これ、あれか。お父さんかな？これは取れない。これは取れないんだ。あ、なんか出てきた。待って待って待って。普通の人だ。うわっ、いってめっちゃ減った。強っ、めっちゃ強いじゃん。リロード。うわ、いって、ちょっと待って待って、水に強っ、ちょっと待って、早く。あ、でもタキシード着てる。あ、そっか、ウェットスーツも取ったんですね。タクティカルジャケットに戻して。うわ、強っ。あ、あの、男性の方はやったかな。はや、いや、いって、強っ、どうした、やっぱ元人間だ。ああ、
これ探してる奥さんと旦那さんじゃないですよね。いや、強ここに重要な名前とかないかな。電話引っかかった。ちょっと待って。あ、こんな感じかな。一応こっち側からもう一回じゃあ出ますか。あ、こっちは何もない。で、今日のスタート地点ですね。じゃあまず拠点方面に帰ろう。あ、やべ。あー、やべ。まずこう入ろう。はい、とりあえずその拠点近くのあの 3D プリンターのところまで来たんですけど、あ、これなんか作ろうかな。あれ？こんなのあったっけ？パソコン。パソコン画面、こう、違ったような気がするけど。はい。はい、セキュリティリスク。ネームは、なんだろう、なんで書いてある？字。読めない。ジャニュー・ザン。グレード C と書いてます。コードネームとか、コード番号。やっぱ危険人物、これあれですよね。一番初め俺襲ったやつかな。あの、ヘリコプターから落ちたとき。テックメッシュ。テックメッシュちょっと作ろっか。よし。じゃあ向こう側に行ってみますか。行けるのかな？一応カードは2枚取ったんですよね。あれ、カードがない。あ、リブリーズ発動。カードが、あれ？あ、あったあったあった。メンテナンスキーカードと、VIP 用キーカードを取ったんで、これでいけないかな。あ、コインとかも場所変わってますね。あ、爆弾作ろう。
あー、布がない。よし、じゃあ行ってみましょう。開いた。暗い。なんだ、なんか紫色に。ああ、できる。ああ、ちょっと。あ、なんかトレーニングルーム、てかまあジムみたいな感じかな。こんなのも作ってたんだ。あ、布助かる。あ、こっからか。これは？あ、エネルギーミックス。なんだろう、なんか瞑想ルームみたいな感じかな。休む場所。さっき敵がいたんだけど、うわ、顔潰されてる。あー、いるなー。で、こっちは？もうゼリー状のこれ何なんですかね？プールだ。あ、赤ちゃんいる。水からなんか這い出てきたのかな。うわ、待てよ、銃撃ったらもしかしたら音できちゃうから、クロスボウ。あれ？当たらない？よしよし。私はいけない。あ、待って、これ勝手に来ちゃうんだよな。リブリーザーを抜く。なんもないかな。
うわ、やべ、今走っちゃったから音でバレたかもしれない。だっ、よし、おーおー強い。コインだ、助かる。わ、いっぱいいるな。音を鳴らさないように。まっ、よし。強い。クロスボウ強い。あ、びっくりした。外した。よし。やべ。バレてない。危ない。しよう。あれ、どこ行った？体が口のやつがいなくなったぞ。あ、服だ。トラックスーツ。